団長より祝辞をいただきます。本日はご卒団おめでとうございます。コロナ等あり久しぶりの卒団式になります。今回は7名ということでかなり多くの大な卒をしてくれます。おめでたい反面ちょっと寂しい気もします。今年の選手たちは、岡部君を中心にキャプテンとして少年団を引っ張っていただきました。本当にありがとうございました。あと競技の方としては佐々木誠吾、藤原瑞香が日本代表としてユースオリンピック、ジュニア世界選手権で活躍していただきました。その他、岡部倫太郎、高橋隆生、清水健心、美中里は全国中学、その他他の大会でこちらも優勝を連れてきて頑張ってくれました。本当に今年の先輩たちは大変優秀な方たちだと思います。あと斉藤セレン、彼は今までの違う形で札幌ジャンプ少年団に入ってきました。とりあえず競技力を高めるということじゃなくジャンプを楽しむということで新たな少年団のあり方を見せてくれた選手だと思います。本当にありがとうございました。あとは青年以外は高校に行っても競技を続けます。札幌ジャンプ少年団で技術的な基礎、それと社会人にこれからなっていく基礎は多少なくも身についたと思います。高校に行ってもさすが札幌ジャンプ少年団卒団生だなというような形で言われるような選手になってもらいたいと思います。あとは後輩たちに慕われるような選手になってください。あと卒団生のお父さんお母さん本当にご苦労さまでした。少年団活動は本当に大変だと思います。あとは清水さんに残ってもらうんでこれからも私のしもべとなって思いたいと思います。よろしくお願いします。あとは酒飲み仲間の岡部さんと高橋さん、酒飲みたくなったら電話するのと雪を多く降ったら電話します。よろしくお願いします。本当に長い間ご苦労様でした。選手もこれからいろいろあると思いますけど頑張っていただきたいと思います。本当に今日はありがとうございます。